リチャード・フィリップス・ファインマンは、アメリカ合衆国出身の物理学者である。経路積分や素粒子の反応を図書化した、ファインマンダイアグラムの発案でも知られる。1965年、量子電磁力学の発展に大きく寄与したことにより、ジュリアン・エス・シューインガーやサナガ・一郎と共に、ノーベル物理学賞を共同受賞した。カリフォルニア工科大学時代の講義内容をもとにした。 物理学の教科書、ファインマン物理学は世界中で高い評価を受けた。また、ご冗談でしょう。ファインマンさんなどユーモラスな逸話集も好評を博している。生涯を通し、抜群の人気を誇っていた。ファインマンダイアグラムの一例。この例では、電子が光子を媒介として、相互作用する過程を表している。経路積分という新しい量子化の手法を考案した。 経路積分を用いることで、水素に見られるエネルギー順位のズレである、ラムシフトを簡単に説明できるようになり、この成果が、ノーベル物理学賞受賞につながった。素粒子の反応を図式化した、ファインマンダイアグラムを考案した。これは素粒子論における、複雑な計算を視覚的に理解する上で大変、効果的であるが、その数学的基礎付けは未だなされていない。 ファインマン自身はこれらの理論に対して懐疑的な態度をとっていた。また、もともと量子力学におけるエネルギーの期待値を計算するために考案されたファインマンカッツの公式などは、後に金融工学などの経済の分野にも応用されている。さらに、将来の科学技術に関する様々な予言も行っている。1959年に行った講演では、 針の先端程度の大きさに、ブリタニカ百科事典すべてを記録する技術を提案した。この発想は後に、ナノテクノロジーとして確立された。1985年には、量子コンピュータを予言した論文を発表している。詳細は、ファインマン物理学を参照。ファインマン物理学は1961から1963年に、ファインマンがカリフォルニア工科大学で行った。 講義の内容をもとにして、ロバート・ビー・レートン、マシュー・サンズと共に構成した物理学の教科書である。大学初年度レベルの物理学の入門書という位置づけながら、随所に物理法則に対する深い見方が示され、専門家からの評価も高い。原書は3分冊である。1967年に岩波書店から刊行された翻訳版は5分冊になっている。コンピュータ科学。 編集教科書ではあるが、通常のコンピュータ科学の教科書における標準的な展開に沿ったものではなく、ファインマン流の理解の道筋に沿った内容と一部は、ファインマンの専門である理論物理とコンピュータ科学が密接に関係する、科学計算などについて深く高級した内容や、シンキングマシンズ社のユニークなアーキテクチャについての顧問、などの仕事が反映したものとなっている。 スタイルとしては、自伝のスタイルで書かれているが、本人の筆によるものではなく、ファインマンが友人などによく語るエピソードを、音楽仲間であるラルフレートンが聞き書きした、逸話集である、科学啓蒙書など、ありがとうございます。